で固定しといて、こっち側は別にこのカメラで撮りゃいいんだよ。うん、どうあれは頭いいじゃん。でこっちはこっちでカメラ切り替えて。できるちゃんと。いやいや、だから、うん、動いてるときはもうこっちだけ映しといて、うんうん、こっちはね、こっちで。近いな、これ。このカメラ、近いな。ズームとかもなんもないんだけど、近すぎない、これ。もうちょっとできない、縮小っていうか。縮小できない、これ。あ、できないんだ。そう。うん、なんか 0.7 倍のちょっと広角とかできるけど。うん、反対側だったらできる、こっちのカメラだったらいいんで、こっち側はできなくてね。うん、いやー、やばいくらい近いな。こうやらないと入れねえじゃん。ってことでね、なんだっけ、ファミマ、とりあえず寄ってね、お手洗いカリーの、エナジードリンク飲んで、今日ヤシリアイのして、またさっきの道に戻ってくると。いいんじゃない、そろそろ迎え始めてもいいんじゃない、うん、うん。でね、ついでに絵本巻きのね、やつももらってきましたんで、ありがとうございます。これまた、設定解説に、ね、使っていこうと。すごいよ。おせちのカタログだけ2時間喋るんだね。うん。変わったよ、本当に。うん。さあ、ということでね、じゃあ早速向かっていきましょうかね。うん。もう、はや、マスクつけるようになるのかどうか、みんな感じだけど。よいしょ。で、言っちゃダメなんだよね、今ね。そういうのでも叩かれもしかのね、気をつけないとね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。戻るの、先の道。じゃあ、こっちから行けるよ。こっちはこっちから行けるんだ。違う、これ止めてカメラに戻す、うん、危ないね。すごくない、雲止めないかな。この道は一方通行。カーナビを作り始めた時とかにも新しいもんね。海外の人がそのプロジェクトを取って、うん、日本のそのやつ道を見た時に細すぎて車が通るわけないと思って、歩道と思って全然地図に書かなかったっていう。で、真逆のことが Google マップで起こってるって言われてるけどね。ああ、そうなんだ。うん、3つ市で登録されてるのにそんな細いところなわけねえだろっていうので、うん、アメリカだったらこんなの歩道だからっていうぐらいの、うん、さあ、まあでも景色はいいけどね。カメラ位置、まあ、この車だいぶ下手だからいいんだけどね。結構このダッシュボードのところっていうのもね、うん、難しくて。これは、はいよ。ああ。また左。すごい道だね。
帰ってから笹川ジャブ行っとったりね。どこにアジサイ咲いてんだい。パッと見てアジサイらしきとこと何もないけど、これがそれかな。いやいやいや、これアジサイの絵じゃないだろう、どう見ても。アジサイね、アジサイって聞くとラズマトと思い出すけど、何人の人が分かるんだろうな、こうやって言って。昔あったのね、ラズマタズの曲で、シングルになってる曲で、アジサイっていう曲があったの。バンド？え、ラズマタズ知らん？分かんない。シーズントリーとかあんなタイプが有名な曲やけど。アメリカ人の？日本人。日本人の音楽グループ的な。イエス、5人組のバンドです。俺らが小学校とか中学校ぐらいの時にわーってやってた。有名なんだ。知ってる人は知ってる、うん、同世代だったら結構知ってるって人が多いよ。ラズマタス、去年からメリーゴーランドあたりは多分オリコントップ10入ったのかなぐらい。聞いたら思い出すもんね。ラズマタズ好きだったからよく聞いたね。あふこの手の道は何が厄介で、喉が渇いてもうペットボトルに手が伸ばせれないっていうね。謝りぞーと、謝りぞー滝だ、滝だ。まあ、あそこ藤川ってなってるか、まあ、まだまだあれだね。川上だったもんね。川上って珍しいね、川の名前に。凍ってた池、凍ってた、ね、池やったけど、多分あの辺なんじゃないかな。あの辺か。